富士十本明治三十年四月九日は、富士山本宮浅間大社の新職で、富士市当主。通称はまた八郎。寸州石神体隊長。寸州石神体の非富士市当主としては四十四代目に当たる。アリス川の見当たる人と新に随従し、官軍として、寸州石神体を組織指導隊長となった。 新選組、長倉新八の友人、羽賀慶太郎は議定だったが、ゆえあって、大使と打ち果たしている。母親戦争、上野戦争、函館戦争に参加し、兵部省や陸軍省に勤務した。明治維新後に、静岡藩が設置され徳川義信が入ると、徳川方の旧幕臣の多くも同行し、静岡藩入りすることとなる。しかし、 旧幕臣から見れば新政府方についた重本は敵方に該当するため、重本の故郷である大宮では、旧幕臣による反発で不穏な動きが相次いだ。富士大宮寺の家などが焼き打ちにあい略奪を受けるなど、したため、重本は故郷に帰ることはかなわなかった。その結果、富士家の大宮寺としての継続は困難となり、新職から富士家は退くこととなった。 その後は、東京に残り、庄根者の新職となり、東京府麹町区の区長を務めるなどし、生涯を終えた。AB 富士山本宮浅間大社、HP、ハット ABCDEF、浅間大社と富士宮の歴史、小泉正宏。寸州赤新体富士又八郎の、口書き。駒沢四学六十九、六十八から七十五、墓所は、青山霊園。 歴代区長一覧、ありがとうございます。